武田塾公式 LINE の登録者を募集しています。登録者限定の動画やコンテンツも配布します。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル、皆さんこんにちは。武田塾教授の中森です。この動画をご覧の皆様はグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。はい、ということで今回はですね、11月にやるべき参考書受験生編ということでやっていきたいと思います。基本的に11月に新しい参考書をやることっていうのはかなり少ないと思っておいてください。なので多分10月にやってる参考書をもっと深くやったりとか、終わりきってないから全部やりきったりっていうのがメインだと思うので、まあ10月にやるべき参考書の方を改めて見てもらうのがまずはいいかなと思います。その上で11月に一番やるのは、過去問ですね。基本的には過去問をしっかりやるっていうのが大事で、過去問をやっていくとですね、足りないことが出てくるわけですよ。足りないことについて何をして、追加していくかっていうのが、大事になってくるということで、これが人によっては志望校の赤本やるケースと、共通テスト対策の、実践模試とかセンター試験の過去問とか、そういうものをやっていくみたいな感じになるのかなと思うんですけど、基本ですね、過去問だけやってればもう大丈夫っていうケースはなくはないんですが、大体やっていくとピンポイントな対策が必要になってくる人が多いと思うんですね。例えばじゃあ共通テストやってましたと。で、数学を共通テストを結構実践模試とかセンターの過去問とか使っていろいろ練習したんだけど、例えば自分はどうしてもベクトルが弱いなとか、確率の問題が弱いから追加でやりたいなみたいなこととか、いやいや英語のリーディングが正直その問題解いてでもちょっと自分がどうやったらできるようになるか分かんないなみたいな感じで、講義本欲しいなとか問題集欲しいなとか出てくるのもあるだろうし、一般向けだったら早稲田志望なんだけど正誤問題をピンポイントで問題いっぱいやりたいなとか、正序問題やりたいなとか、自由英作文自分の受ける大学のやつ参考書でもやりたいんだけど何がいいかなとか、そういうのが多分出てくると思うんですよ。そのあたりのピンポイント対策っていうのを参考書でやるっていうのが出てくるかなということで、例えば共通テストの対策したいだったらどんなものを使えるかっていうことなんですけど、講義系読み物ですね。これだったら、決めるシリーズ、学研の決めるシリーズとか角川から出てる面白いことシリーズ、あとは理科基礎とかだったらね、東進の初めから丁寧にとか、あれ共通テストっていうか基礎向けですけど、そういうものを読んだりするっていうことができますし、問題集だったらハイスコア Z 回ですねとか、短期出版の一冊でしっかり分かる本とか、あとは寸大の短期攻略とか、あとは教学者から出てるスマート対策のシリーズとか、あとは応文社のね、これ社会限定ですけど集中講義とか、そういうシリーズとかも出てたりはするんで、この辺りを、足りない部分をピンポイントにやっていくみたいな形で使うという感じですね。過去問とか、共通テストは1年分しかないから、実践模試とかね、あの辺が最優先で、それだけで点が取れるならそれだけやればいいし、それで足りないなら追加でやっていきましょうという感じですね。一方、その一般とか二次向けの問題集だと、例えばスーパー講義英文法5法正誤問題とか、英語正常問題正線600とかね、この辺が正語とか正常の対策、あとは自由英作だったら、対応範囲が広いやつだと大学入試すぐ書ける自由英作文っていう肘井先生のやつですね。あれだったら4コマ漫画の対策とかもあるんで、大体その自分が受ける自由英作文は大抵対応できてるかなと。結構オーソドックスなのやりたいんだったらハイパートレーニングとかもあるし、ポラリスとかもありますしね、あとはトランスフォームとかの辺もあるんで、自分がちょっとこの解説いいなとかこの書き方いいなと思うやつを使ってくれればいいかなっていう感じですかね。数学だったら分野別問題正誤みたいな分野特化のやつもあるし、あとはそのキャンパスみたいなやつとか重要問題集みたいなやつを強化したい分野だけ使うみたいなやり方もできるかなというふうに思います。ただこれらはいるからやるのであって、やりたいからやるではないっていうのは気をつけてください。つまり過去問に挑んで実践問題集に挑んで、目標が8割です9割ですと、それ取りたいんです、じゃあやってみました、いやどうしてもやっぱり確率がとか、どうしてもやっぱ自由英作文の対策が過去問だけでは厳しいみたいになった時に、追加を検討するみたいな。かつどっちかというとこれは演習本が結構メインかなと。今はね、やり方がそもそもわからないなら講義本とか全然使ってもいいんだけど、演習でピンポイント対策を潰してやっていくみたいなやり方でやるのがいいかなと。でこの時の過去問の使い方も時間計って全部解くっていうのは全然やってもいいんだけど、ただ共通テストなんかの場合は大問を縦に解く、大問1なら大問1だけをガッてやるみたいな形で5年分とかね、一気にやっちゃっても全然問題ないかなと思うんで、そういうやり方でそのやり方を工夫してピンポイント対策を結構やって点数を引き上げていくっていうのをやるのがおすすめかなと思います。広く対策するというよりは、点数が伸びそうなところから順に潰していくっていうのが11月の時期の勉強ですね。11月とか12月になると、共通テストの、実践模試とか出てくるんで、プレテストとかね、その辺でしっかり本番試して、あと予想問題パックとかも12月以降に、ね、結構解いてみたいな形になってくると思うんで、今はね、点数上げることに意識した勉強、かつ伸ばさないと合格点に届かなさそうなところから順に潰していくという感じでやってもらえればと思います。10月にやるべき参考書、11月にやるべき参考書を合わせてね、今の自分に必要なものを選んでもらえればと思います。はい、今回は以上です。自宅にいながら武田塾の特訓が受けられる、その名も武田塾オンライン。詳細は概要欄をご覧ください。